はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、皆さん大変お待たせいたしました。今年の分のカズマックスウィンターブレンド、冬ブレンドがね、出来上がりましたんで、開けていきたいと思います。それではいただきます。うまはい、というわけで皆さんも大変お待たせいたしました。今年の分のウィンターブレンドも販売開始でございます。完成でございます。まあ、ものすごくね、いいものが出来上がったと思います。トライナーサマーブレンドと同じく、アバウトアースコーヒーさんとしっかりやり取りさせていただきまして、以前作ったものの再販で、まあ、ベースにはしているんですけども、ちょっと変えてやり取りさせていただきまして、ものすごくいい味になってると思いますんで、ぜひぜひね、このチョコに合うブレンド、風に合うブレンド、疲れず、華やかでじっくり飲めるブレンド、楽しんでみてください。ただちょっと販売方法だけ、去年のファーストブレンドと、セカンドブレンド、まあ、サマーブレンドかなと同じように、予約受注販売させていただきます。これかなり長期の販売になると思うんで、かなり冬の間数がばらけると思うんですよ。そうなると焙煎もなかなか難しくなってくるんで、そういう意味で、1ヶ月くらい、多分12月1月2月くらいまでも再販再販再販って感じにして、2週間くらいかな、受け付けて、一括発送って形にさせていただきます。なので、まあ、ペース考えている方はそれに合わせていただければと思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。やっぱりなんだかんだね、冬に最高に美味しくなる、飲みたくなる飲み物って言ったら、まあ、あったかい美味しいコーヒーですからぜひぜひこの冬味ね、楽しんでみてください。で、チョコに合うようにも作ってあるんで、チョコまんまでもいいですし、チョコ系のお菓子でもいいですし、いろんな楽しみ方できると思います。ぜひぜひ皆
で、深入り寄りだから多分酸味が苦手って方とか、あと初心者の方にも違和感なく楽しんでいただけると思うんで、ぜひぜひたくさんの方に飲んでほしいです。よろしくお願いします。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールド、簡単になりましたが、カズマックスとバータースコーヒーさんのコラボレーションのカズマックスブレンド、ボリューム3のウィンターブレンドの紹介でございました。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。冬ブレンドですね、カズマックスオリジナルブレンドを、また作っていきたいと思います。14種類あります。すごいですね、毎回どれかでなんかやっぱ華やかさのニュアンスは欲しい、欲しいですね。今回前回以上に難しいっす、ね、チョコっていう縛りが、ケチャップ入れた時のこの柔らかさ、華やかさ、チョコを欲しがる口に持っていけるコースを作ればいいのかあー美味しい美味しい一回リセットした方がいい気がしてきました。デイ2で、2でまあ妥協せず、はい、よし、 OK、 できました、うん、いやー、決まった決まった、できました、できました、すごいよかったあー、やっとできたあ、美味しい、うん、美味しい、あ、チョコうめえ